私も素敵なネックスピーカーが欲しいなぁ。でもなぁ、もうお金もないしなぁ。は。そうか。買えないなら、作ってしまえばいいんだ。というわけで、今回は100円ショップダイソーとキャンドゥのスピーカーを使って大迫力のネックスピーカーを作ってみました。まずおおよそのサイズを決めるために厚紙で型を取ります。ダイソーとキャンドゥのユニットが収まることと首にかけた時に後ろに落ちないことを想定したらかなりの大きさになってしまいました。型紙をもとに気取りをしていきます。首の長さを考えたらスピーカーの厚みは48ミリとなりました。いつものようにパネル層で材料をカットしていきます。こちらがカットし終えた材料です。右側の板を大型に加工していきます。スピーカーの表面板の裏に木工用ボンドでパーツを貼り付けていきます。木工用ボンドで微妙な隙間を埋めておきます。首をかける部分をカットしていきます。横方向へはドリルで穴を開けて細いノコギリを使ってカットします。微妙に残ったところは紙ヤスリとカンナを使って削ることとしました。顎に当たる部分に丸みをつけておきました。続いてスピーカーの取り付け穴を開けていきます。想定した位置に印をつけて穴を開けます。サイキルで直径約52ミリの穴を開けていきます。表と裏から開ければよかったのですが、パーツを取り付けた後だったので片側からしか開けられませんでした。裏側にできてしまったバリを紙ヤスリできれいにしていきます。裏側の板を加工していきます。配線の穴とネジの穴を開けていきます。ネジ穴には皿を取っておくと首や肩にネジが干渉しません。こちらもスピーカー取り付け面と同じように首にかける部分をカットします。
一度本体に仮止めして形を整えます。首にかかる部分なので丸みをつけました。これでエンクロージャーは完成です。こちらがダイソー300円スピーカーです。中はこんな感じです。裏にある4つのネジを外すだけで簡単に解体できます。続いてキャンドゥのスピーカーを分解していきます。中はこんな感じになっています。こちらのスピーカーは裏の穴からグッと押すだけで解体できます。今回はこちらのアンプを再利用することとします。上がキャンドゥのユニット、下がダイソーのユニットです。コーンの直径は同じですが、マグネットのサイズは圧倒的にダイソーの方が大きいです。スピーカーの配線を作っていきます。今回は取り回しがしやすいようにすべて赤黒ケーブルに付け替えました。ユニットを取り付けていきます。前にキャンドゥ、後ろにダイソーをつけることとします。ダイソーとキャンドゥのユニットは並列で接続することとしました。Amazonで購入した熱収縮チューブできちんと覆っておきます。これだけあると収縮チューブには一生困らない気がしますね。
リーエクスプレスで購入したウレタン吸音材を入れてネジを締めます。最後に左右のスピーカーの配線と先ほどのキャンドゥのアンプを接続します。これで完成です。出来上がったスピーカーの音を聞いてみましょう。Bye.
今回の周波数を比較したものがこちらになります。緑色が今回作ったスピーカーです。こっそりと発売中のラクスピキット M タイプをダイソーの純正アンプで鳴らしたものに似ていたようです。首にかけた時のダイナミックな音の広がりは波形だけ見てもわかりません。作って鳴らして初めてわかるのが自作スピーカーの面白いところですね。今回はダイソーとキャンドゥのスピーカーを使って大迫力のネックスピーカーを作ってみました。個人的にはなかなか悪くない音質だと思いますが、いかんせん大きすぎました。今後も自作スピーカーに関する動画を作成していきますので、ぜひチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。